俺はちょっと戦いが始まる予感だけど。火炎瓶、ハンドガン、ハンドガンを下ろして、カービン。あそこ狙っちゃう？ドラム缶とかあればいいんだけど、なさそうだよね。うん。で、あそこにいる。よし。いいよ。信用してないよ。後ろから来るというパターンがある？ん？ある？あるよね、きっと。お、ゾンビ。こんなところにゾンビが。生きてる。お、さあ反応がある。前方向。うん。お、動物。金属製の入れ物。カービン用弾薬と拳銃用弾薬。ハードキー式ドア。磁気カードキーが必要。金属製の入れ物なし。ゾンビ、アイテムなし。わ、結構、いるな。大丈夫か？オッケー。ん？大丈夫かな。うん。倒した後デデーンって音が怖いから、ね、さあ目の前のゾンビ包帯あり動物よし。あのくるくる回ってるのは何でしょう。ちょっとスティックの調子が怪しいな。これは、おびき寄せるべきでしょう。見えないけど。ゾンビ。お。さあ、向こう側ゾンビ。オッケー。さあ、這い上がってきたところを叩いて、とどめを刺す。なんか、キモいことなった。おーい。やめて、そういうの。勘弁してくださいよ。よし。オッケー。いや、今日俺、死ぬかもしれん。うん。お。Dの手紙あった。あの船に行かなくちゃ。あら？ちょっと？お？待って待って待って。おっと、復活した。プレッパーパッドがなんか、ジャミングを受けて、なんか、あの、砂なんとか。あ、砂と言ったらスナイパーライフルが出てきた。あの、砂嵐みたいになった。砂嵐になったって、皆さんわかるかな？特に若い方。だ、昔はそれでよく顔打ち落としたものさ。嘘つけ、それは。なんかどこかの映画でなんか 100m 先の灰も撃ち落とせるぜみたいなこと言ってたことあったけど、蚊は無理だろ。あそこになんか動いてるやついなかった？気のせいかな、明かりのせいかな。うん。さあ、スナイパーライフルゲット。モデル770カービン銃。威力は220、スコープは4倍。うん。命中精度は 4.8 度。うん、結構ばらつくといえばばらつくみたいな。カービン銃の方が命中精度は狭い。うん。スナイパーライフルか。ちょっと持ってみようかな。うん。持ち上げようってなんだよ。もう十分。いや、見づれえな。うん。あの、上の方の画面には出てないというか、見れないと思いますが、プレッパーパッドの方では、ちゃんと、表示されてます。これはでも、ちょっともったいないかな、今使うの。弾4発しか入ってないから。うん。なるほど。こんな感じになるんだ。遠くを確認するという意味では非常に役に立つと思うんですけど。さあ、クロスボウと比べてどう、いいのか。てか、クロスボウの矢が全然手に入らないのが問題なんだよな。たくさん手に入るんだったらよかったんだけど。
僕はショットガンかな。オッケー。おそらくあれのせいでプレッパーパッドが役に立たなくなるんじゃないかな。うん、敵の位置が分からなくなる。プレッパーさん怒りすぎでしょ。お、治った治った治ったけど、ここから先に行くとダメだ。あれ破壊したいけど、銃で撃って破壊できるのかな。ちょっと試しに一発やってみようか。大抵そういうことってないよね。メタルギアソリッドとかだったらリアルだから破壊とかもできるんだろうけど。あー、なんか赤く光らないから無理かな。うん、悩むわ。敵の位置が分からなくなってしまうから、とりあえず危ないと思ったらここ登りに行きましょう。怖い。お、さあまたプレッパーパッドが復活したけど、ゾンビ。うん、さあ上の方向には何もない。磁気カードキーがないと上のジャミング装置は止められない感じ。お、監視カメラハブ来た。ゾンビ目の前に動いてるのがいる。2体はいるな。よし、さあマップが見れるなったけど、真上にいるんだよな。お、いるね。3体いる。これはきついな。発煙筒と火炎瓶をうまく組み合わせてやっつけたいところだが、うまく投げ込めるかなって言われたらまたちょっと自信がない。あ、4体いるね。よく見たらこれはきついな。どうにか引き寄せて梯子の上で戦いたいってのはある。こいつばかりはさすがに遠距離攻撃でなんとかするか。意外と音は気にしないのか。よし、ズドン。当たってない。胸あたりを狙うか。射程距離がいいか。お、気づいた。べちゃ。うん、でもここは町。よし、オッケー。さあ晴れて上に上がれるなったけど、うん、あれが、おっと、これが監視カメラハブだね。なんか局所的にプレッパーパッドがジャミングされてる。うん、発煙筒を持ってるゾンビがいるから発煙筒1個投げちゃうってのもありだけど、これか。お、打撃で破壊はできるな。カードキーを使う。カードキーが必要だ。うん、今行くことはできないか。よし、ここか。ちょっときついな。スナイパーライフル使うべきかな。いやでももったいないか。たった4発だからな。
頭打ってやっつけられる可能性がちょっとなさそうだし、精度も悪いしね。持って帰って精度上げてからならいけるかもだけど。誘い込むか、逃げ場のある方を選んでってのが一番か。うん、それかここから投げ込む。感覚的にはこの辺りをやればちょうどいいぐらいかな。その後火炎瓶がうまく投げられるかはまた別よっ。あら、あ、そうこの主人公意外と肩弱かった。発煙筒ってどれぐらい重いのか軽いのかいまいち分かってないけど、じゃあこの辺りかな。お、いけた、よし、そい。そっか、爆弾ゾンビがいるってことか。やぶねえ、よかった。よかったよね、もちろんね。そっかそっか。さあ火炎瓶もセットし直し、よし。見分けがつかないよ。あとヘッドショットしても爆発するっぽいのが分かってるので注意かな。さあ横穴、破壊できそうな壁、 C4 爆弾が必要だ。うん、反応がないんだよなゾンビたちの。それが怖い。プレッパーさんが怒ってるから。うん、まとめてやっつけたと考えていいのか。うん、4体いたはずだけどどうやら全員まとめてやっつけられたかな。うん、あれ、発煙筒の彼は、うっそ、発煙筒なくなった。爆発させたからアイテムが書き消えてしまったということでしょう。うん、ハンドガンの弾。大丈夫そうかな。うん、おお、背景とか映像がすごくいい感じ。人っ子一人いないみたいな。でもロンドン中の人たちがゾンビになったらもうそこら中ゾンビだらけだよね。これしかいないのが不思議なぐらいだけど。爆弾を使うのよ。ちょっとソンドラさんさ、怖いんだけど。ちょっと敵がいるっぽいから。うん、ゾンビいる。うーん、これはさあノートマップ、そうじゃなくて、うん、反逆者の門を突破しろ。レイヴンズ・オブ・ディーのソンドラという女性がロンドン島からの避難を指揮している。プレッパー曰く愚かな女性らしいが、脱出のチャンスを見逃すことはできない。ソンドラはありったけの武器と C4 爆弾を持ってこいと言っていた。言ってたっけ。さあ現在持ってる道具、C4 爆弾は残り1つ。残り1つ、うん、じゃあ行っていいのかな。 OK、 じゃあ行くぞ。なんか影がすでにもういますよみたいな。
反応はないけど、見た感じ爆弾とかは持ってないみたいな。よし、足速えな。オッケー、一体だけだったら。怖っ。よし、勝った。ぜーぜー言ってるよ。眩しい、見えない。お、メッセージ。信用するな、信用するな、信用するな。これはな、どういう意味のメッセージなんだろう。ここにやたらと信用するなっていうのが書かれてるけど、ここから戻ってこれそうな雰囲気だけど、ここに大量に信用するなのメッセージが置かれてるということは何かあるんだろうね。ちょっと待って、 C4 使うしかないじゃんこれ。いや、もうもちろん降りてきた時点でもう前に進むしかないんだけど、つまり後ろから追われる可能性があって、こっちに行くとヤバい的な、そういうことなのかな。登れないよね。さあ、どう判断するべきか。目の前にはゾンビ、そしてこの地形、脇からどんどん襲ってくるイメージで、戻ることができればいいけど、こっちからも敵が来た場合どうする。もう四面楚歌となったら前に行くしかないのか。でも敵が出てくるだろうしな。逃げ場なしか、どうしよう。無理やり戻ってはしごの上で戦うということもできなくはなさそうだけど、よし、じゃあ設置します。設置する前に懐中電灯を増やしてこうかな。さあ、反逆者の門を突破できたかな。秘密の通路を見つけろ。特に敵が増えたわけではなさそうだが。お、さあ、目の前からなんか来た、なんか怪しいの来た。飛び道具か。カービン3発でやっとこう倒せるってのちょっときついよね。ちゃんと当たったかどうかわかんないんだけど、最初足にヒットしたのかな。ハイズっててもゲロ吐いてくる可能性があるからやっつけちゃったけど、カービンの弾が今4発しか入ってないから、ハンドガンに切り替えようか。装備してる武器が入れ替えられないっていうのはちょっと手間だな。オッケーかな。お、ザ・ゾンビ。上の方にはドア、勘抜きかかってる。よし、じゃあちょっと周りチェック。大丈夫そうかな。
よし、さあ呼吸を整えて。これは生きちょる？かわいそうに。ロンドン大疫病の後、チャールズ2世が塔のカラスの羽を切った話は知ってる？それこそ黒の予言が真実だと認めたようなものよね。そして王は私たちの組織を作ったというわけ。うん。どういうこと？さあ、ロンドンとブラッディタワー、名前が怖い。すまんなぁ。お、隠れが来た、よかった。これで帰れそう。いや待てよ、信用するな。バリケード設置？え、やばいの。うん、バリケード設置する必要あるか。メッセージ、信用するな。うん、これやっつけましょう。オッケー。あ、え、なんか一体だけか。倒しきれなかったのか今。うん、どうやら俺の確認ミスだ。オッケー、よし。さあここかなり気になるとこだけど、ここ行ったら戻れなくね。俺は要注意。でも勘抜きかかって、いやいやいや、お前登れや、人間なら。ゾンビだってこんなところ登れるでしょ。やーべえな。うん、でもここで一旦戻ってセーブするのは、いやまあセーブしたって意味ないんだけど、このゲーム。でもまあ休憩は必要だよね。おっと、さあくるくる回転して申し訳ございませんが、一旦戻りましょう。さあ上がっていく。お、さあマンホール、地下への抜け道。そして、お、何反応が。これぐらいの高さのこっち方向に敵の反応があった。敵か何か。お、お、お、大丈夫かこれ。ドア開かない？ここに戻ってこれるとか。うん、ならいいんだけど。これ早く降りる方法ない？ないか。よし。オッケー、じゃあ一旦隠れ家に戻りましょう。オッケー、はい。さあというわけで、無事またしても生きて帰ることができました。さあ秘密の通路を見つけろ。秘密と書かれてるのに見つかるんかいって話だけど、プレッパーさんは何も言ってくれない。すごく怒ってるだろうね。手紙がないかチェックしましょう。うん、あれ、うん、ないかな。さあさっきのタワーピアというところに D の手紙がある。まあ自分で確認してるからそうもわかる。ロンドンとあと一箇所どこかカメラハブがあるって感じかな。よし、さあそれじゃあ早速スナイパーライフルを改造していきましょう。さあモデル770カービン銃、これの火力だよね。スナイパーライフルは火力で敵を一撃でやっつけられないと意味がないというか、まあやってみようかな。さあ220の威力は255になる。なんかすごく強そうな数字だけど。そして発射速度 1.87 が 1.65、 なんか微妙だな。ガンガン撃てるならいいんだけど。精度、精度は 4.80 から 3.95。 まあいっか。相談数、相談数は5発が8発に。まだこれはやんなくていいかな。そんなに弾が手に入ってないから増やしても意味がないでしょう。
発射速度か。スナイパーライフルに発射速度が必要かどうかちょっと疑わしいところだから、これは戻して、ちなみに発射速度アップグレードは5つ残ってます。かなり残っちゃってるけど、どうでしょう。うん、とりあえず火力と命中精度を上げます。 OK。 さあ威力255。うん、ちなみにショットガンが火力528だから、ほぼほぼショットガンが倍の力を持ってると。あとヘッドショットできればって感じかな。普通のハンドガンは88だからな。で、カービン銃。カービン銃がな、威力134のままなんだけど、こっちに使えばよかったかな。今火力スナイパーライフルに使っちゃったけど。発射速度アップグレードぐらいはしておこうか。意外とハンドガンの代わりに戦う必要が出てくるかもだから、ヘッドショットは狙わずに、胸元とかを狙う感じで、ゴリ押すみたいな感じかな。うん。よし。OK。よし。じゃあ武器もアップグレードできたところで、一旦ここで休憩というか区切っておきましょう。スナイパーライフルをあえて下げて、クロスボウを持っていってみよう。うん。もしかしたら爆弾抱えてる敵をクロスボウとかでやっつければ爆発しないとか、どうなんだろう。バットで叩いて爆発するとしたらかなりやばいんだけど、その情報を知りたいよな。でもそれを知るためには自分の命を投げ捨てないといけないっていう、かなり厳しいところですが、まあとりあえずセーブ。よし。じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。なんかちょうどこうビビりながらプレイしてると1時間ぐらいでセーブポイントに来れるから、なかなかいいバランスなのかな。うん。お、さあ体力も回復してゾンビもいないから、じゃあここで一旦終了しておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いします。